特恵王主は、朝鮮国王、大韓帝国皇帝、皇僧の王女。王主は、朝鮮において王の高級諸世の巫子の称号。ただし、特恵は韓国併合後の出生かつ特例的に王族として扱われ、特恵姫となった。結婚後の日本名は、総徳恵離婚後は、両徳恵 日韓併合から2年後の1912年5月25日、日本の王族、徳寿宮、李多陽となっていた高宗と側室である、ハリハル元貴人との間に誕生。誕生直後は、あただと呼ばれた後、徳江と命名された。実母の両親はじめは、徳寿宮の厨房で働く、下級女官であった。高宗は10人の妻との間に16人の子を、設けたが、 徳江は、高僧60歳で初めて生まれた娘だった。高僧は、初めての娘の誕生を喜び、徳江を溺愛して育てた。1916年には、徳寿宮の中に、専用の幼稚園を設けた。1916年から高僧が、徳塾内の即祖堂に設けた幼稚園で学んだが、1921年から、形状日の出小学校二年に編入し、 日本語での教育を受けた。日の出小は、上流階級の朝鮮人や在庁日本人が通う学校であった。日の出小学校時代に、作詞の能力を認められ、同様の姫君様と称えられ、1922年頃に作った詩、雨と、蜂は1923年10月頃に、形状に滞在した、日本の音楽家、宮城道夫がことで作曲をつけ、 1923年末頃に、京城で、徳江姫子作同様発表会が行われた。1924年には、徳江の作詞した、ビラに、黒沢隆朝が作曲し、徳江の前で演奏した。その後、1929年7月には、日本ビクターからレコードが発売された。朝鮮併合に際し、韓国併合に関する条約第三条により、構想、 順州、皇后院子、皇太子理銀の4名が礼遇されることが明記された。さらに、全韓国皇帝を札して王と試す証書により、称号と継承が定められ、構想は、特寿宮、立体王、順州は、聖徳宮、利王となるとともに、王妃院子、王政子理銀の、計4名が、証書に該当する王族であった。なお同時に発布された。 李及び李器を公家とと、試すの証書では、皇族についても定められ、公家と、皇妃以外は、殿下の称号や特権を受けられなかった。徳江の幼少期当時は、上記以外の李王家の法的扱いの細部が、未確定であった。朝鮮総督、寺内正武は、李太王が一代限りの身分であることから、その女子である徳江を皇室親族令に準じて扱う。 必要はない考えを有していた。李太王は遅くにできた徳江を出来合いし、徳江を王族とするために、寺内総督に働きかけた。李太王は19、1919年に皇居した。天権二元主義のもと、伊藤美代は、王皇族の法規を皇室天範に基づく、法体系である皇室令に組み込むことを主張していた。 最終的に1926年12月1日、大日本帝国憲法に基づく法体系のか王皇族の権威に関する法律を根拠として王皇家規範が成立し、この中で王皇家の構成員の身分も定義されている。そして、その不足には次のようにある。この条項に該当するのは、特栄ただ一人であり、特栄は、 王族としての大遇を受けられることとなった。ただし、王族の直系でないため、殿下の継承は受けられず、皇族同様の姫となった。日本出発時に撮影された姿1925年3月に12歳で、内地に渡り、同年4月から、東京の女子学習院に編入学する。日本では、徳江姫と呼ばれた。 女子学習院の同窓生には、小崎由紀香がいた。由紀香の階層によれば、徳江は、口数が少なく運動が苦手であった。当時、イボアニリオ銀、同妃雅子女王は、第一子を失って、以降なかなか子に恵まれず、雅子女王は、徳江のために、朝鮮料理を作ると、親身に接した。 1926年4月に公共したイボアニ、リオ順州の見舞いや葬儀の際、1929年5月に逝去した実母の両基人の葬儀の際には、それぞれ形状に戻っている。実母と死別後の1930年頃から気候が現れ、登校拒否や不眠の症状があったため病院で検査の結果、総発性地方症の診断を受けている。 1931年、荘武志伯爵との結婚1931年5月8日に、旧津島藩主、宗家の当主である伯爵、総武へへ嫁いだ。この縁談の出所は不明である。朝鮮半島には、本願と姓を同じくする、者同士は、同族とみなされ、婚姻できない慣習がある。王公族は、全修理のみで構成されているため、 徳恵の結婚相手は、皇族、家族、朝鮮貴族、親民に限定される。このうち、皇族男子が王皇族と婚姻することは、名文化こそ見送られたものの禁止されていた。1931年時点で、朝鮮貴族のうち全州立志ではない男子は、皇爵三名、白爵二名しかおらず、うち、徳恵と年齢が近い唯一の人物である。 李平吉公爵は既婚であった。これらの後継者を含めても、独身の適任者はあおらず、朝鮮貴族を望むならば主爵以下と縁組みするしかなかった。一方の総伯爵家は、武氏の重刑重持ちが制御した時点で莫大な、釈罪があり、当時まだ中学生だった武氏が伯爵家を継承することで、特殊家の支援を受けて、破産を回避していた。 このような状況で東京帝国大学を卒業したばかりの武氏が婚姻により経済基盤を得ようとしたのは自然な成り行きであった。岸正子女王は徳江が発病して縁談が破断になることを心配していたが武氏は破断にしなかった。夫妻は同年10から11月にかけ津島を訪問した。この際も徳江は病的の挙動を見せ、 武子の育ての親にあたる平山ため太郎は、武子の心中を思ったかって日記に無念さを記したが、利縁にまでは言及していない。利王家の予算は、徳江の結婚の翌年に、突如約1万6千円増額されており、差額の全部、または一部が、総白釈家への援助だと考えられている。双方に、事情はありながらも、岳は、妻となった徳江を深く愛し、 二人の仲は睦まじく、一年後の1932年8月14日に、長女マサエが生まれた。しかし、少女時代から発症していた、統合失調症は、新婚時代にも症状が見られた上、マサエの出産後から、さらに症状は悪化の一途をたどり、終戦後の1946年頃、松沢病院に入院したと思われる。 その後、1950年1月に、韓国人新聞記者金をつかんが、リリン家に続いて、松沢病院を訪問し、徳江の悲惨な現状を韓国に紹介し、彼女の帰国のための運動を始める。1955年6月に武氏は、徳江取り込みし、徳江は、母方の姓を名乗って、両徳江となった。後に、詩人でもあった武氏は、 愛妻徳恵との別離の深い痛みと悲しみを山里彦と豊玉姫の離別談に託した詩を綴っている。武氏は日本人女性と再婚し、三詩を設けている。韓国で僕世紀が実権を握ってから、李王家の人物の韓国帰還運動に手を差し伸べたため、徳恵は李銀に先立つ1962年1月26日に、 韓国へ帰国し、ソウル大学医学部附属病院に入院した。この時に、日韓両国の協力を得て、韓国国籍を取得している。順州の非因子の没後、イボ・アニリギンの日だった、リ・マサコと共に、聖徳区内の落前祭に住んでいたが、1984年時点で、長らく病に伏していたという。1989年4月21日、 同署にて看護師2名に見取られて成居した。その9日後に、岸士政子も成居している。なお、徳江が韓国に帰国する際に手放した、徳江とマサイの着用していた反復や、化粧台、裁縫箱などの徳江の愛用品は、日本の文化学園服飾博物館に収蔵、展示されていた。2015年6月に、日韓の文化的友好協力の増進を希望する。 大沼敦史文化学園理事長、県副職博物館長により、特栄の官服のうち7点が、韓国文化財庁に寄贈された。墓は、父、高僧が眠る景気道南洋州市金道の、朝鮮王領、高領の近くにあり、特栄を、主人公とした映画のヒットにより、2017年に、整備され一般公開となった。同地にはイボ兄、順州が眠る。 広志シイボアニ、リギンと、妻、マサコが眠る、永遠、おい、リキュが眠る、海人ジもある。マサエは、女子学習院を経て、早稲田大学英文科に進学する。大学で知り合った3歳上の日本人である、鈴木昇を1955年頃婿に取る。東京都大田区雪ヶ谷に初体を持ったが、神経衰弱に悩み。 1956年8月26日朝に、山梨県赤薙、駒ヶ岳方面で自殺する、胸の衣装を残して失踪した。捜索隊の努力も虚しく行方は判明せず、正さ不在のまま、夫との離縁が成立。父、武氏の死後に失踪宣告が出された。およそ50年後に遺体が発見されたことを、夫だった、その昇るが、死の中に記している。 ありがとうございます。